フランツさん、遅いよ。フランツさん、新しい情報はありますか？いい知らせはない。鉱山で流行ってる病気のことは君も知ってるよな。何か発見はあったか？ジンさんが全く新しい未知の病だと言ってた。彼の部下が今治療法の研究を進めてる。それと本人も行員たちに配った薬に効果はないと認めた。でもあの人どうも何か隠してる気がする。どこが問題なのかまだ見つけられていないけど。俺は他の手がかりを当たってみるよ。君たちはギルスから目を離すな。何か分かったらすぐに連絡をくれ。ジンさんの薬をハガードに送って調べてもらった。そしたら意外なものが見つかった。いや、見慣れない顔だね。新入りかい？僕はもうここに暮らして数十年になる。誰が新入りかくらい一目でわかるさ。何か聞きたいことがあるようだね。うん、行員の中でよくベンジスに行ってる人はいないか？ベンジス？一番よく行ってるのはクリスだろうな。あいつガキの頃から落ち着きのないやつだからさ。まったく。あいつは時々質の悪い鉱石を盗んでは売りさばいてるって噂だ。一度も捕まってないから真偽のほどは不明だがな。記録、クリス犯人である疑いが濃厚。あの、俺をベンジスに案内してくれそうな人を知らない？ベンジス？何しに行くの？長年ご無沙汰の友達に会いに。へえ、ベンジスって賑やかな街なんでしょ？私も行ってみたいな。でもクリスおじさんが往復するとかなり時間がかかるって言ってた。クリスおじさんって？クリスおじさんはここで婚姻をしてるんだ。でもいつもベンジスで面白いものを買ってきてくれるから、私おじさん大好き。一緒に連れてってって頼んでもおじさんは危ないからダメって言うの。私がもうちょっと大きくなればいいのかな。記録、容疑者クリス。君、ハガードの人なんでしょ？ああ、何か用？いきなりで悪いけど、俺たちを助けてもらえないかな。高山病のせいで、みんな追い詰められてるんだ。そうか。俺たちも調査は進めてる。でも、感染の拡大を防ぐには、人の出入りを調べる必要がある。最近、ベンジスに行った人物に心当たりは？ベンジス？俺みたいな一階の行員が知るわけないだろう。外部との取引は全部ジンさんの仕事だ。はあ、みんな一攫千金を夢見てここに来たのに、これじゃ揃いも揃ってのたれ死にだよ。そこのお前だ。新入りか？あのさ、近頃鉱山の様子がどうも妙なんだ。採掘の時に神様のたたりに触れたって噂だぜ。だからよ、このお守り買わねえか？安くしとくぜ。ハガード特製のお守りだ。効き目は保証する。それでも安心できないなら他のも見せてやろうか？
ほらこれ、開発されたばっかりの新薬だ。高山病は治るわ、予防にもなるわで、ベンジスのお偉いさんにも大評判だ。最近行員たちに配られた薬ってこれのこと？そうだ、ジンさんとこにももうほとんど在庫はないそうだ。今買っといた方が安心だと思うぜ。じゃあなんでベンジスでも売ってるの？そりゃ販売ルートは多い方がいい。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、買うのか買わないのかどっちだ。ただちょっと不思議に思ってさ、なんで感染者のいないベンジスで薬を売る必要があるわけ？お前一体。ジンさん、ジンさん、ジンさん、どうしたんだ？クリスが逃げました。やめろ、やめてくれ、話せばわかるって。その薬は一体何なんだ、白状しろ。わかった、わかったから、薬は確かに俺がベンジスに売った。でも俺はただの使い走りだ。誰に雇われた、ジンさんか？まさか、ジンさんにバレたら殺される。ギルスさ、売った金の3割をやるって誘われて、つい。薬の入手ルートは？ギルスはなぜ薬をベンジスに売らせた？それは直接あいつに聞いてくれよ。俺が知ってることはもう全部話した。俺だって怖くてそんなこと聞けねえよ。言っておくが、ギルスに告げ口でもしたら。わかったよ。今日のことは、なかったことにする。ジンさんはギルスがベンジスに薬を横流ししていたとは知らなかったようだ。でもまだ薬の入手ルートはつかめていない。ギルスとジンさんは必ずしも一枚岩ではないようだ。まず攻めるとしたらそこからだな。ギルスの弱みを握れたら優位に立てるかもしれない。この件はひとまずジンさんには黙っておこう。次の作戦に移るのは動かぬ証拠を集めてからだ。俺は他の手がかりを当たってみるよ。君たちはギルスから目を離すな。何か分かったらすぐに連絡をくれ。了解、あなたも気をつけて。俺はまだやることがある。誰も入ってこないように見張ってろ。こっそり後をつけましょう。保ちます。しっかり見るんだぞ。怪しい奴がいたらすぐ知らせろ。
があと何回かやってくれれば俺は。記録、ギルスが薬物の闇取引に関与した証拠です。お前らが、えへ、早くこいつらを捕らえろ。画像を証拠として保存。何を言ってるんですか。画像採集完了。これからジンさんに送信します。ちょっと待った、やめろって。俺はただおじさんに隠れて小銭を稼いでただけだ。別に悪いことはしてない。いや本当だって。高山病が流行り始めてからベンジスでも感染に怯える人が増えてきた。それで特効薬の話を聞いた人たちが信じられないような大金を出すって言ってきたんだ。そんなうまい話乗らない奴がいるかよ。それでクリスに分け前はやるから運送のついでに向こうで売らないかと持ちかけた。それのどこが悪い。その薬の中になんでアイダの子が開発した特殊ウイルスが入ってたんだ。アイダの子のウイルス。しらばっくれるな、さっさと吐け。いや本当に知らないんだって。薬はおじさんが開発させたものだ。俺はただ荷物を受け取って下の奴らに配っただけ。荷物を受け取った場所は、相手は誰だ。薬はサザンビーチのあたりに届いた。そういえば受け取るときちょっと妙なことがあった。おじさんが絶対に一人で受け取りに行けってしつこく言ってきた。そうしないと相手が姿を現さないって。まさかその相手がアイダの子だったのか。いや、誓って言うが俺は何にも知らない。あとはおじさんに聞いてくれ。ミアはここでギルスを見張ってろ。俺はサザンビーチを調べてくる。ギルスが言ってた受け渡し場所はこの辺りのはず。こいつだ、かかれ。しまった、罠だ。逃走しました。ミアは見張りに失敗しました。ミア、何があった。アイダの子が鉱山に侵入してきました。ギルスが連れて行かれるのを止められませんでした。ギルスのやつにまんまと騙された。サザンビーチに行ったらアイダの子に襲われた。これからどうすればよいのでしょう。少なくともギルスとアイダの子が手を組んでるってことははっきりした。ひとまずフランツさんに報告しよう。よっ、俺たち揃いも揃って不調だね。ギルスに逃げられたのはもう知ってる。俺の方も大した収穫はなしだ。それとアイダの子がアストラ島で妙な動きをしてるとの情報が入った。近々大波乱が起きそうだ。鉱山の件は君だけが頼りだ。俺はミアと一緒にアストラ島に戻って
アイダの子の動きを調べてみる。ミア、君は喧嘩はできないけど、地形については俺より詳しい。それにシェルターの事情にも通じてる。アストラ島よりここの方が心配だ。ギルス逃亡の件はジンさんももう知ってるはず。俺たちのターゲットは彼の甥だ。ジンさんの協力を得られなければこれからの仕事がやりにくくなる。でもまだジンさんの立場がはっきりしない。直接甥を引き渡せと頼んだらやぶへびになりかねない。彼に薬の製造地を尋ねてみるといい。ハガードとの決裂を回避したいという思惑があれば協力してくれるはずだ。薬の開発と製造はギルスの担当だ。その線を追えば何か発見があるだろう。とにかくここは君に任せた。くれぐれも用心してくれよ。どうかお気をつけて。ミアもできるだけ早く戻ってきます。特使殿、ギルスの件では大変申し訳ないことをした。私の監督不行き届きで余計な面倒をかけてしまったね。今度改めてお詫びをさせてほしい。行員に配った薬の大半を回収し、服用した病人たちにも専属の看護人をつけた。まったくお恥ずかしいところを見せてしまったよ。ジンさん、薬の製造状況を調べさせてください。アイダの子が関与した理由を知りたいのです。薬の開発と製造は我々の重要な研究拠点であるエリア4で行われた。私はギルスに監督権を与え全てを任せていた。まさかそこまで信頼していた甥に裏切られるとはな。すでにエリア4からの連絡は途絶えた。どうやらアイダの子の手に落ちたようだ。調査はくれぐれも慎重に進めたまえ。場所を教えてください。エリア4は鉱山の頂だ。貨物用エレベーターを使えば直接上層部のデッキに行ける。エレベーターが正常に動いていることは私の部下が確認済みだ。それと無理を承知で頼みたいのだが、ギルスの行いは許されることではない。だがあんな奴でも私の甥だ。どうか。わかりました。俺が欲しいのは真実だけです。ギルスの身柄はあなたに引き渡します。特使殿、寛大な処置に感謝するよ。道は塞がれてしまった。上に重要なものがありそうだな。上に行く方法を探すか、それとも戻ってジンさんに聞いてみるか。ジンさん、アイダの子にエリア4の入り口を封鎖されました。他の生き方はありませんか？ほう、ギルスのやつ、私に背いて上にどっさり秘密を隠しているようだ。エリア4は建設当初、秘密保持と安全性に配慮して一箇所しか出入り口を設けなかった。ギルスはその点をよく理解しているはずだ。だが入り口を封鎖したとなると、残念だが無理やりこじ開けるしかなさそうだ。あるいはハリムに頼ってみてはどうかね。
あいつなら君を上へ送り届けてくれるはずだ。だがあの性格からしてただというわけにはいかない。あいつが報酬を求めてきたら私の方にツケを回してくれ。元はといえば身内の不始末だ。私にも責任はある。ならば私はここで君の帰りを待っているよ。アストロナジーは十分堪能したから返す。ハリムさん、一つお願いがあってきました。お願い？もちろん構わんが、高くつくぞ。金は持ってきたか？ジンさんが払ってくれるそうです。へえ、ずいぶん気前がいいじゃないか。それなら話が早い。それで俺に何をしろと？エリア4に入りたいのに入り口が塞がれて困ってるんです。他のルートを探してもらえませんか？エリア 4？ ああ、あの山頂の怪しいとこか。よし来た。ここにエアモビリティがある。これで飛んでいけば一発だ。むやみに触るなよ。こいつはまだ調整も終わっていない。お前が真っ逆さまに落ちるとこなんか見たくないからな。絶対に触るな。お前が落ちたって構わんが、俺の宝が壊れたら大変だ。着いたか。ドローンを戻らせないとな。衛兵をやり過ごした。あたりを見てみよう。制御台に触ったのは誰だ？またお前だと？誰が侵入者だ！たずめが見ちゃいけないものを見たんだ。生きて帰れると思うなよ。そいつを逃がすな。俺の傑作を起動してやる。お前のために用意したんじゃないな。余計なことに首を突っ込むとどうなるか思い知らせてやる。これはモンスター。
止まれ！早くあいつを止めるんだ！のところは見逃してやる。待ってろ！徳氏殿、うちの出来損ないのお湯を取り逃がしたようだね。アイダの子に連れ去られてしまいました。ふん、つまり私との和解は諦めてアイダの子に寝返ったと。実に残念だ。仁さん、差し出がましいようですが、今回の件で何か隠してることはありませんか？徳氏殿、それはどういう意味かね。あなたはここで長年事業をなさってますよね。ギルスがアイダの子と手を結び薬を横流ししたことを本当に気づかなかったんですか？高山病の真相やモルモットにされた行為についてあなたが何も知らなかったとはどうしても思えないのですが、それとも本当はギルスの行為を黙認されていたとか。徳氏殿、私とアイダのこの関係を疑っているのかね。私はただの小物だ。この鉱山だけが私のすべて。ここを守れるなら他には何もいらない。ハガードにもアイダの子にも歯向かうことなどできない。だからこんな時は誰かに自分の代わりに決断を下し責任を負ってもらわねばならんのだ。つまりリスクを分散させたいと。徳氏殿は聡明な方だ。だがあまり知ったふうな口を聞くものではない。このボロ鉱山のことは私が一番よく知っている。今の話をそのままハガードに伝えていいですか？好きにすればいい。だが伝え方には少し配慮が欲しい。お礼に面白い手がかりを提供しよう。ギルスを連れて行った奴らについてだ。まだその答えが知りたいのならポラント雪原で運試しをしてみるといい。妙だと思うか？こんなところで長年事業をしていると自然と独自のルートができるものだ。だが悪いがこれ以上は話せない。壁に耳ありという可能性もある。雪原に小さな集落がある。ボスのカルロスは私の友人だ。そこに泊めてもらうといい。仁さん、情報ありがとうございます。ではこれで私もまた新しい現場監督を選任せねば。